勝チド橋は、東京都中央区にある隅田川に架かる橋。春見通りが通る。日本で現存する数少ない稼働橋であるが、1980年に、機械部への送電を取りやめており、稼働部もロックされ、飛べ返することはない。近年、再び飛べ開けさせようとの市民運動やと、一部都議の、動きはあるものの、機械部等の復旧に莫大な費用がかかることや、 多数の道路交通量があることから、実現の目途は、立っていない。勝時橋の資料館明治期より佳境の計画は、何度かあったものの実現せずにいた。1905年1月18日、日露戦争における、旅順陥落縮小記念として有志により、勝時の渡しが設置された。築地と、対岸の月島の間を結ぶ渡し船である。 埋め立てが完了した月島には、石川島造船所の工場などが多く完成しており、多数の交通需要があったことで、1929年、東京港集築計画に伴う4度目の計画で、佳境が実現した。建設当時は、隅田川を航行する船舶が多かった。このため陸空によりも、水運を優先させるべく、3000トン級の船舶が、 航行することを視野に入れた、稼働橋として設計され、飛べ会により大型船舶の通行を可能とした。高架橋とする案もあったが、建設費が安く済むため、稼働橋案が選定された。勝時橋の工事は1933年に着工し、1940年6月14日に完成。1940年に後期2600年を記念して、 月島地区で開催予定であった日本万国博覧会へのアクセス路とする計画の一環でもあったため、格式ある形式、かつ日本の技術力を誇示できるような橋が求められた。そのため、イギリスやドイツ等から技術者を導入せず、すべて日本人の手で設計試行を行った。結果的に博覧会は日中戦争の激化などもあって、軍部の反対により中止されたが、 勝時橋は無事完成し、東洋一の稼働橋と呼ばれるほどの評判を得た。当初から路面電車用のレールが付設されており、1947年から1968年まで、橋上を都電が通行していた。設置当初は1日に5回、1回につき20分程度、飛べ替えしていた。この頻度はほぼ1953年頃まで続いたが、 船舶通行量の減少と高度経済成長の進展で道路交通量が増大したことで次第に飛べ回する回数は減少し上流に佃大橋が建設された1964年以降船舶通行の需要は乾燥庫にほぼ限定され開閉回数は年間100回を下回るようになった1967年には通行のための最後の 飛べ会が行われた。その後は年に一度ほど試験のため飛べ会されていたが、航行する大型船舶がなくなったことや、交通量の著しい増加などの理由で1970年11月29日を最後に開閉が停止となり、1980年には電力供給も停止された。なお、1975年に、 船舶の開閉部接触事故が発生し、午前中に一時的に開閉されたことがある。かつて、勝時橋の掛け替えプランが検討されたことがあったが、任意団体、勝時橋を上げる会の活動や、その追い風を受けた、都庁内の保存派の影響力で見送られた。1998年より、夜間にライトアップが行われている。橋のたもとの築地側には、 かつての変電所を改装し、財団法人東京都道路整備保全公社が運営する、勝時橋の資料館が2005年4月に開館し、勝時橋に関する情報を得ることができる。また、定期的に、橋梁設備の見学会が行われている。2006年4月24日には、東京都が委託した土木学会の調査研究省委員会により、 勝チドキ橋の開閉に技術的な問題はないとの報告が出た。2007年6月18日、都道府県の道路橋として初めて、清洲橋、永代橋と共に勝チドキ橋が国の重要文化財に指定された。戸部海部の機械設備は2017年度、日本機械学会から機械遺産に認定された。勝チドキ橋の資料館内発電ユニット橋の両端部は、 アーチ橋となっており、中央部が髪型に開く構造となっている。開く角度は、最大70度、約70秒で全開になる。片側だけ開く操作も可能である。開閉機構を駆動する、電動機は、速度制御の容易な直流式を採用したが、当時は大電力の整流手段が未発達であったため、電力網から供給される3 3 0 0トの、 交流で電動機を回転させて、直流発電機を駆動し、22の電圧の直流を得るワード、レオナード方式が用いられた。モーターは、出力が125馬力で2台あり、使用状況は通常は1台ずつ、強風や降雪など天候、環境の悪化した時は2台ずつでいった。開閉機構の機械は、中央部の橋梁内部に収められており、 前述の交流電動機と直流発電機は専用の変電設備に設置されていた。元橋の開閉部は貧ジ構造となっているため比較的揺れや振動が生じやすく、その気候や特徴ゆえに勝時橋はこの規模の交通量の橋としては強度が弱く、特殊車両の通行許可は40トンまでに限定されている。開閉部の合わせ目は運用当時から 電動式のロックピン機構が備わり、現在もこのロックピンによって固定されているので、合わせ目に立ったとしても振動によるずれが感じられることがない。橋の中央を通行していた東京市電の河川も、また橋の開閉に即すべく、橋脚の可動基部前後の河川には3つのヒンジのついた、合体構造の特殊な河川が使用されていた。橋梁の歩道の上部には、 4つの小屋が設けられており、それぞれ運転室、見張り室、宿直室などとなっている。橋の操作は運転室で行う。橋の可動部は軸上に乗せられた、橋本体と軸を挟んで乗せられている、カウンターウェイトで構成されている。これを橋梁内部にある直流モーターとギアで動かすようになっている。橋が開く際は、警報サイレンの後、飛べ階部分と、 両岸アーチ部の中間にある東下信号機が赤になり、教場の往来を停止させていた。川下から、ありがとうございます。